はい、続きです。さあどこ行こうかな。ちょっと待ってくださいね。やらせることはもうなかったかどうか。あ、ちょっと待って、種まき業務みたいなのをさせるみたいな話もあったような。まあ畑空いてるやんこれ。え、どうやるんやったっけ。収納箱を置くんやったっけ。収納箱じゃなかったか。バスタオル装備した。あかんやろうけどね、多分良くないでしょうけど。よいしょ、収納箱だけ置いとこうか。収納箱に多分種を入れるんやと思うんで、種入れるっていうことに関しては多分合ってると思うんですよね。ちょっと一回、まあ、冒険どうせ行くからその準備をしましょうか。ここら辺はまあしまい込んで、種やん。種は今小麦しか持ってないかなですかね。ですね。あ、これちょっとこれもやるわ。これもしてあげよう。椅子はいらんぽかったら立ち食いで食いよるから、椅子はいらんぽいから。あ、どうしよっかな。あ、どうしよっかな。あのね、もう一個畑を作ってもいいかなとも思うんすよ。多すぎる？いっか。あんまり多くしてもな、刈り取る手間がもうやばいだけやしね。ここでいいのかな。ここに置けばいいのかな。カカシの近くに置くみたいなことやったと思うんだよな。こんなんでいいのかな。何しまってるの。まあまあ一回ちょっと置いてみようか。こうするやん。あれ違ったっけな。いや、もうめっちゃ食べとる。ちょっとね、テーブル拡張してあげるよ。これでどうよ。どこで食べてんねん。どこで食っとんねん。これでこうですよね。で開いて、あー、ちょっと待って、ちょっとキャベツ、あ、違う、もう回収してこようか。分かった分かった、なったるからね、なっとけよ。いや、マジ収穫してほしいわこれ。収穫してあそこにもう入れてほしいね、ほんま言うとね。箱に入れる、もしくはまあ料理、まあ、料理の箱に入れるまで行ってほしいですねこれ。ご勘弁よこの収穫作業、めんどくせえなおい。いや、まあ冒険出る前にちょっとこれでも刈り取って行こうか。ていうか次どこ行きゃいいんやろな、マジで分からん。次どこ行くのかもちょっと分かってないですけど、まあほら時間かかるかもしれんからさ、刈り取って料理とかしてもらえるような準備だけはしときたいじゃないですか。もうちょっとキッチン大きくしてできれば料理の効率も上げたいねんけどね。すごい、ちょっとなんかゲーム、俺ゲームビルダーズってなんかもうめちゃめちゃ適当にやるっていう自分の中のそのコンセプトがあるんですけど、ちょっとちゃんとやろうとしてる、やばい、ちゃんとやろうとしてる自分がいます。あ、ちょっと待って、1個だけちょっと試したいことを今思いついたな。まあしょうもないこと思いついたな。あー、今しょうもないこと、めちゃめちゃしょうもないこと思いついた。うわー、やりたいな今ね。クソしょうもないことを思いつきましたね。やろうかな。しょうもないことちょっと思いついてしまった。いや、思いついたからにはやろうかな。やろうか。やろうか。ちょっとだけこんなんできんのかなっていうことなんですけど、
ちょっとじゃあ何も言わずに始めてみますね。できんのかな、試すのは別に試してもええやんな。岩ではまずいか、ちょっと待って、土です。もう気づかれた方います？いや、できるんかできないかってことよ。おお、まあ、ちょっとできひんかったこと、できひんかったら壊さなあかんこと考えて、ちょっと小さめにやろう。いや、こうね、なんて言ったらいいのこれ、こういう工場チックなことも可能なんだろうかと思って。つまりビルですよ、最近流行りのあの農業ビルというか農業工場、野菜工場というものは可能なのかどうか。ここにあのミミズは田んぼを作ろうとするのかどうか。あ、そうか、別に水、今ね水貯めようかなと思ったけど、水貯める必要はないのか、水貯める必要ないな。一回ちょっと試してみよう。じゃあとりあえず水貯める必要ないから、とりあえず綺麗な土にしてもらうためにはカカシを置かないとダメなんですよ。カカシを置いてみよう。いや、もしこれ置けなかったらもう無理なら食事代として使おうかな。いや、可能性はあるやろ、これいける可能性は。アタッケ、ほらほら、いけたいけた、やったね。言うとる、ほらやった、ついに草原を一から作れた、これだよ。何もしてない、この味だよ、この草原団子があれば僕いくらでも草原を作れる、いつかモンドラ城の地面を草原、やってない、うきゃー、草原団子っていうのは完成したんですね。いや、やってない。あれって何です？ほほう、いや、やってない。素晴らしい緑、いや作ってない。この調子で腐った土を破壊していけば島に緑が戻る日も遠くはなかろう。ははは、悪くない、やっぱりこいつが空っぽ島に来てくれればルルの願いも叶えてやれそうだな。ありがとうね、みんな。この調子で島を緑でいっぱいにしていずれ花も咲かせよう。お花ですか、花ないな、確かに。私今まで一度も見たことがありません。その日が来るの待ち遠しいです。いや、まああんたらがええ言うならそりゃええけどね。この気配は、敵が攻めてくるぞ。いや、あんたらがええ言うならええねんけどね。いや、もう展開がもうご勘弁よ、これもう。いや、あんたらがええって言うならガンガン進むからいいの、もう敵や言うてもうほっぽり出して、いや息あるしやな、ええの、もう途中よ全部、もうちょっと敵が攻めてくるぞ、もう分かった。ちょっと待って、敵攻めてくんねやろ、分かってんねん。ちょっと強化しようよ、こっちからでしょどうせ。ちょっと強化しましょうよ。壁をさ、石壁に変えましょうか。ちょっとやっていい？壁を石に変えようよ。まあこっち面だけでいいっすわ、とりあえずね。きょるところ、こっちから多分きょるから。この壁はまあ泥やから完全に壊されるのはそら分かりましたけどね。ちょっと待って、お風呂のスタイルのままでいいかな、多分弱いよねこれ、多分弱いからちょっと戻そうか。ビルダーの服、どうなんやろ、装備、ビルダーの服とバスタオル、守備力に、こっちは守備力5、
はい、まあ、とりあえずで本当は好きですよ、あっちの方が好きですけど、一応戦闘やからね。この角にも引っかかりおることが多いということ、あ、カンカンやな、ことを鑑みて、白い岩、つぶつぶ岩でいいやろ。この角にはセットしてあるんで、あとはこれを積んでおきましょう。今回はもう扉もなしよ、扉もなし、まあ、こっち側から行きやすくしとけばいいから、また土台を作って、であとはこの茨をちょっと緊急配置ですね、これをもっと取ってきたいな、これな、もっと取ってきたいですね。でこの辺からちょっと変えれるルートを作っておいて、よし、これでどうだ、勝負しますか。その食い物に変えておいて、よし、おい勇者、どうやらハーゴン教団の魔物どもがまとめて攻めてくるみたいだぜ。やば、いよいよ本格的に私たちの農園をぶっ壊す気かな。もはややむを得まい、教団の者どもを返り討ちにするがよい。すごいこと言うてもてる。私たちに武器は用意してくれてる、敵をなぎ倒せる強いのを装備させてよね。一応まあ装備させてるけど、そっか、新しい農夫が来たから、そっか、新しい農夫でも装備できる人がいるはずやから、武器ちょっと作れたら作ろっか。亀の甲羅作りたいけどな、めっちゃ硬いんですよねこれ。毒針ね、あ、強っ、まあまあ強いな。毒針肥やしが必要やったんや。誰かに装備させようか、なんか星がついてる、星付き、トゲコンボで、木材がもうあんまないのよ。ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん、ちょっと甲羅作りたいけど、骨がね、これあと1個、2個、もう1個あったっけ。ちょっと骨回収するか、下に1個置いたような記憶があった。ちょっと骨回収して、作りますわ、亀の甲羅を。防具は装備させられへんのかな、多分無理やろね。亀の甲羅ちょっと見た目ダサいけど、見た目ダサそうな雰囲気あるけど、 すげえ強いから、ちょっと作ってみよう、せっかくやしね。試しよ、物は試しですよ、星ついてっからさ。めっちゃ強ないこれ、すげえ強いけど、ただなんか若干ダサいというか見た目がっていうのはありますね。うーわ、ダッセーなキャッチャーやんこれ、嫌やな、いや嫌やな、嫌です、これは嫌ですね。嫌やねこれね。あれ、石の斧って装備できんのか。今はどっちが強いのか、茨の剣の方が強いですよね。よし、これを渡す、装備させる、石の斧装備させてる。え、どっちが強いの。いや違う、石の斧じゃない、石の斧指導専用やったの間違えてた。棍棒のが強いですよね多分ね、指導は。いや、トゲ棍棒装備させてるからいいね。石の斧って誰か装備できんのか、無理か。お前は装備、じゃあ剣ほい、こいついけるな。
ちょっといける人、こいつが今まだヒノキの棒やね。じゃあ毒針は装備できへん。え、毒針無理っすか。これもしかして主人公専用とかそういうことか。星がついてるやつは可能性はありますね。じゃあこれあげる。でヒース、じゃあ法則、わち毒針でいくわ。あっ、あ、顔された。わち毒針でいくわ。おし、オッケー。お前はない。お前これ装備とか無理か。ちょっと刺したかったけどね。行こう。いや亀の甲羅来てっからカチカチやから。ああ、準備 OK です。よし、最近暴れ足りなくて体がなまってたんだ。思い切り行かせてもらうぜ。バトルスタート。ちょっと具合を見てみようか。そこで戦ってもうてるから。バカ野郎、茨のところに来てもらわないと。いやもう瞬殺やがな。おお、うほほ、うほほ、うほほ、シェイ。じゃあもっと壊れろ壊れろって来ないですね、あなた方。もっとこっち来ないと。何やってんの本当に。もなんだてめえは。イヤッホー。あいつ撃や、今の毒が効いたんかな。イヤッホー、ゴリ押す、スーパーゴリ押し、ゴリ押しで勝ててしまう。もっとボスっぽいの出てこい。これが、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 任せろ。はい、終わった。ゴリ押す、オッケーです。もっとボスっぽいの、もっとボスっぽいの。終わる。この辺のフィールドにまんべんなく茨を撒けばいいのか。次行ったら取ってこよう。よし、レベル8になった。最大 HP が上がった。うん、また武器やねこれ多分。蛍光儀、早く移動できる。うわー、めっちゃいいやん。即交換したいわ。バトルコンプリート。稽古着行きたい、稽古着行きたい。毒針はかっこいい。またハーゴン教団の魔物たちに襲われてしまいましたね。残念ではあるが、これも仕方のないことであろう。そう簡単に理解し合えるはずがない。勇者よ、このモンゾーラ教区は総督たるヒババンゴ様が治めておいでだ。わしは所詮副総督に過ぎん。ヒババンゴ様は今は島におられぬが、ご説明すれば大使のこともきっとご理解いただけるはず。完成した退治を前にわしが話をする。まずは急ぎ退治を完成させるのだ。はい。で、マギール、貴様はいつビルダーになるんだ。何、いや全然手伝わへんもんね。ビルダーになってください。破壊の権化たるこのわしがビルダーになるだと。くくく、それも面白いかもしれん。ああ、ちょっとやりたがってるやん。すぐにとはいかんのか、考えておこう。よし、それじゃあ勇者さん、お題の大農園を完成させるため、次なる2種類の種探しといきましょう。えい、えい、おー。よし、それそれそれ、それ行きたかったから。まずはハンマーに。教団の魔物を追い払えてよかったです。胎児を育てるための新しい種を探してきてくれませんか。オッケーです。あ、ワンコが、これ寝とる、かわいい。私、新しく来た農民の方からまだ見ぬ種の情報を聞いたんです。カボチャ、密林の奥に潜む者が強大に見つかるのをずっと守り続けている。湿地帯の先、カボチャの種30個、了解。次は、みんな無事でよかったと。
収穫祭をやるって言ってた大使の完成までもう少し、収穫祭ももうすぐです。俺からも種探しを頼みたいっすよ。湿地帯の東にある橋を渡った先に新しい種。ほう、湿地帯の東にはよ、トマトや、トマト農園が広がっていたと聞く。オッケー、ワンさんなら探し出せる。トマトは君と同じく特別な育て方がある。ああそのパターンか。トマトどういう風に育てるんやろ。トマト農家の友達いるんで聞こうかな。種とともに育て方も探ってきてくれ。はい、トマトの種30個と育て方もよろしく頼む。育て方もやねんな。了解しました、お任せください。うわうわうわ、何やってんのお前。うーわ、そっか、範囲全部か、下も上も関係ないのかこいつ。どえらいなこいつは。寝た、なんやお前は。ちょっと待てよ、どえらいなお前は。じゃあこれぐらいまで範囲的に畑作れるってことやん。ちょっと置いとこうかなと思って、これぐらいまで畑にしてくれるってことですもんね。あ、これもう下がもうこっち側だけにしとこうか。あんまり窮屈になるのもあれやからさ。いやほんで種を植えてくれんねんろな。あ、種がなくなってる。あれ、ここ入れある、種めっちゃある。種植えるところまではなかなかいかんな。めちゃくちゃくて、あれ、カカシの近くに置くとかじゃなかったっけ。何を作ろう。あ、そういうことなの、指定できんのか。違う、小麦を指定した。そんなこともできるんか。ここもじゃあ小麦を指定してみようか。じゃあここに種をまきを指定してあげたら初めて種まくってことかな、かもしれないっすね。かもしれんね、そういうことかもしれんね。よし、 OK、 出来上がってる、出来上がってる。じゃあ取り出して、あーちょっと待って、服もういろいろ装備作ってから行こう。これやできる、稽古着 OK。 ババンゴの実が湧いた、せやん、どこ、いない、どこ、どこ、おる、どこや、見つけんの大変やぞこれ。あー、これか、ちっちゃ、いやちっちゃくてわからなかったの、これやんね多分。あーもう、こう、おっしゃ、オッケー、オッケーオッケー。大変だわ、本当に大変っすわ。片付け、しまう、いや違う、しまう、一旦しまう、全部しまう。よし、おおじゃねえよ、やった、あーもういい、もういい、いいから、もう仕事に戻ってもう、はい、いちいち寄ってこなくていいの、仕事に戻りなさい。あーもうトイレも待っとるなこれ、トイレも食いすぎやねお前らも、一気に朝から食物繊維をめっちゃ入ってるやん。まあ後でまたトイレ、もう一個ぐらいトイレ作るか。まあ、あと、もう後で今、ここ隙間スーツになったら。あかんな、もう、作るか。
あっち全然行ってへんでしょ、ここほら。じゃあこっち空いてんねん自分らね。しゃあないな、もうせっかくこっち作ってあったのにや。わかったよ、ちょっとここはもうなんかまた別に別部屋というか、ここもう一個お風呂にしとこうか。一個もう一個お風呂あんのよ。もうこれでいいや、もう。まあ一応部屋の手はなしとこうか。すごい部屋やなこれ、よう見たらすごい部屋だと思った。なんやこれ、なんやこの部屋、どえらい部屋になりましたけど、これは一体入れへんし、超小さい空き部屋、相手はいない、もうパンパンやで、超人しようよ。よし作ろう、ちょっとトイレ作ろう。うわここカチカチカチやな、超小さい部屋でいいんやけど、いやもう一つちょっと作ってあげるわ、さすがにちょっとかわいそうかなと思いまして。超小さい部屋でいいよね。これでいいや。初めてですよ、かわいそうという感情が芽生えたのは。さすがにな、そのトイレなさすぎ問題はつらいやん。でもね、多分ですけどね、息おらへんねんな、作ったってもこっちには、こっちは気に入らんと思うよな、気に入りおらへん気がするですけど、まあ、一応これでほら、まあ、こっちもあるよと。値段はだいぶ変わりましたけどね値段はだいぶ変わったけど、ありこれ、ちょっと見といてみよう、ちょっと見といてみよう、くんなや、こっちを狙い、こっちを、ほらほら、茨的なことでこう、ほらほら、いいよいいよいいよこれ、ほらほらほら、茨的なことになってもって、ほら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 、よーしよしよしよし、一歩落としちゃったぞ、ほら大成功ですよ、大成功、よし。あ、この上湧いとるな、持ち上げることできへんやん、もうおるだけなんすねこれね、ほっとこうか、ほっときますか、あもういっぱいおるなよ、見たらずれて湧いたな、おい、あめっちゃ湧いとるな、え、どうなんこれ、倒してた方がいいのかな、どうなんすかね、ちょっと分からへんけど、そんなミッション言われてないけど、倒してった方がいいのかな、一応やってみる、やめやめ、うわーうわー、ああこれ、あー向こうのやつも壊れた、あやっぱまだ解決してないから、こう自然発生的にこういうのになりますよっていうこと言っとんのか、こことかね、最近今置かれてたとこがドゥワッて汚くなってしまった、なるほどなるほど、常にこういうのは起こってるよということを言い察しさせたいわけね、なるほど、わかりました、了解です。じゃあ次の、ミッションポイントに向かいたいと思います。